はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。えー、またまたね、ちょっと国内のニュースが速報で入ってきたので、えー、ちょっとこれをね、皆さんとシェアしたいと思います。なんかブレてますね。ダメですね、なんかね。はい。<laughs> えー、はいあ。あ、大丈夫かなはい。あ、ちょっと、倍、倍、倍になってしまった。はい。元に戻しましょうね。はい。えー、なんというかね、えー、小田急線かな ああ、まあ止まってるみたいですね。煙が校内から出ているということで、えー、今の時点で、まあ再開もしかしたらしてるかもしれません。はい。えー、お昼前ですね、11時ぐらいになんか、あ煙が駅から出ているということで、えー、急遽運転を取りやめたようですね。えー、 怒ってきてますね、やっぱり。はい。えー、整備不良ですね。怒ってきてます。はい。えー、すごいね、えー、嫌な言い方なんですけど。はい。えー、整備不良なんじゃないんでしょうかね、これもね。はい。もしくは、あなんか電気系統で、にね、配線で故障があって、えー、そっから煙が出たとか。まあ、わからないですけど、タバコの煙じゃないことはわかりますよね。 はい。まあこれ整備ミスか、もしくはね、えー、まあ配線が古くなっていたのに、材料がなくて、原料というかね、その新しい替えがなくて、取り替えられなくて、こういうことになってるのか、わかりませんけど。はい。まあ今ね、あのー、いろんなね、こういったケーブル類っていうのが不足しているようですね。はい。 不足しているようなのでえもしかしたらそのせいかもしれませんけどねまあでもあのー、無理にね運転してねはい無理に運転して事故るよりは全然いいと思います止めた方がまあほんとね変な話なんですけど都会はねこういうところが非常に不便ですはい 特に今のような、何て言うのかな、こういった状況の時ですね。はい。つまり、えー、なんかね、えー、配線を取り替えようにも材料が不足しているとかね、そういう時に不便でございます。はい。まあ、田舎はね、もともとあんまり電車っていうのがないんで、はい。特に沖縄はね、はい。えー、車社会なんで、 えー、まあね、えー、モノレールが止まったとしても影響が出るのは一部分ですね。はい。えー、まあそういうことなんですよ。まあ田舎はね、ほとんど車社会だと思います。どこに行ってもね。はい。どこに行ってもだいたい田舎はね、車社会なんで。まあ車は車でね、そういう変な話なんですけど、整備ミスが起きてね。えー、前にお伝えしたニュースのように6台が絡む事故とかね、起こってきちゃってるんで、 まあ、これもどうかと思いますけど、はい。まあ、でもね、車の整備はね、まあ自分でもなんとか、はい。なんとか、あ構造をしっかり勉強してね、わ、えー、かるようになれますけど、電車まではね、できませんからね、それにね、個人が。はい。本、う、当、ん、ね、変な話なんですけど、都会ってね、えー、とっても脆弱なんですよ。こういう何かのトラブルがあった時に。 はい。都会は脆弱です。トラブルがあった時にね。え、もしくは停電とかね。そういったことがあった時、もしくはね、まあ、地面の揺れですよね。こういうものがあった時に、非常に脆弱なんですよ。田舎に比べて。まあ、ここら辺もね、よく考えた方がいいですね。はい。よく考えた方がいいです。人間ね、考える足なんで、え、考える力をなくしてしまってはもう人とは呼べないかもしれませんからね。 まあ、出てくる、出てくるって感じです。毎日、毎日ね。はい。そういうことでございます。そしてですね、もう一つのニュース、これ皆さんに気をつけてほしいんですけど、えー、どうやら、えー、まあ、この週末ぐらいからですね、天気を、本当に本格的におかしくなる。はい。来週から特にね、おかしくなって、えー、中には、気温がね、4月とか5月に、 なってしまうようなところも出てくると、大嵐になりますよということが、あ書かれておりました。気象庁の情報でございます。大嵐でございます。まあ、こういった大嵐の時は、無理に仕事に行かずにね、高級取って、お家で休んでた方がいいんじゃないんでしょうか。はい。まあ、今から計画立ててとくといいと思いますよ。あの、まあ、いろいろとね、 え、備蓄とかも買ってね、食べられるようにね、しておく。で、もってね、この大嵐でどう、何が起こるかわかんないんで、本当に。はい。何が起きるかわかりません、大嵐って。まあ、あ、ね、わかりますよね。停電起きる場合もありますし、断水する場合もありますよね、嵐でね。まあ、停電の方がどっちかっていうと、起きる可能性としては高いですけど。 えー、でもって、雨がすっごい降るみたいなんで、えー、まあ、洪水になるところも出てくるんじゃないかっていうことが書かれておりました。特に関西ね。はい。えー、洪水ですよ。洪水。はい。えー、まあ、これについてもね、備えがいろいろとね、できると思うんですよね。あの、変な話なんですけど、えー、まあ、あ土のはね、用意できないんですけど、 えー、ゴミ袋を2枚重ねてね、あのー、いわゆる、その中にお水をジャーって入れて、えー、お風呂とか、あとね、おトイレとかね、ね、えー、流すところですね。そこに詰めておくんですよ。はい、えー。そうすると逆流がなくなります。逆流で水浸しっていうこと結構あるんですね。災害で。えー、洪水とかが起きた時にトイレ、 トイレとかね、お風呂のところの排水口のお水がね、逆流してきて、家の中がぐちゃぐちゃっていうことが発生するんですよ。そういう時にこの水のですね、水のを使います。まあ、バケツでも代用できるんじゃないかっていう人もいらっしゃいますけど、バケツの大きさにもよりますね。はい。えー、バケツが大きければね、はい。 大きければ逆流は防げると思いますけど、40リットルのゴミ袋の方がどう考えても重いんでね。はい。お水を入れた場合の重さがね。なので土の代わりになるんですね。はい。こういった生活の知識もつけておくといざという時に役立ちます。なんで何があるかわかんないんでね。はい。皆さん。 えー、まあ、備えに、備えに備えておきましょう。はい。でもって、えー、まあ、これね、これは記事とは直接は関係ないんですけど、えー、こういった気温の寒暖差が激しい時に大きな揺れが起きる傾向にあります。これね、レッサーさんの配信見てる方はよーくわかってると思いますよ。はい。 気温の寒暖差がねえ、すっごい大きい時に大きな揺れは起きます、えー。そういうわけなんでね、この揺れに対する備えもしといた方がよろしいですよ。はい、沖縄もね、えー、来週びっくりしました、見て。はい、気温ちょっと見たんですけど、だいたい20度前後なんですよ、今頃の時期。 それなのに、なんか26度とか出てるんで、ああ、これちょっとまずいなと思ってます。はい。ええー、まあね。まあ、あ、沖縄はね、うん、まあね、はい。揺れと言っても、どっちかっていうと、津波の方が怖いんで、沖縄ね、あの、断層がね、ないんで、本当にはね、あ,あの、なんていうのかな、目立った断層がないんですよ。 で、えー、海です。はい。太平洋側にプレートがあります。なんで、えー、まあ、どっちかっていうとね、えー、津波の方が心配なんですけどね。揺れよりは。まあね、えー、ここら辺もよーくね、えー、考えて対処しないといけないですね。はい。皆さん。そういうわけです。 まあ本当に日本全国おかしなことがいろいろと起き始めてますね。お分かりになりますよね。えー、あとね、まあこれは余談なんですけど、もう一個記事紹介しておきます。えー、30年。日本はまあもうずっとね、30年間衰退してますよっていう記事が出てました。現実はこうです。 だからね、日本は大丈夫日本は大丈夫って言ってる方、お目目を覚ましましょうね。大丈夫じゃありません。30年間ずっと衰退し続けております。と、この現実をよく見ないといけませんよ。ということで、えー、日本のね、平均年収もどんどんと低くなっていますっていうことです。まあね、 えー、本当に、あのー、お目目を覚ました方がよろしいかと思いますよ。はい。まあ、わかりますよね。はい、えー。ここら辺は言わなくてもわかると思います、えー。だがしかし、だがしかしですよ。はい。えー、まあ、本当に気をつけなくちゃいけないのは、前日したね、前に、あの、ちょっと言ったね、えー、交通機関ですね。 えー、これがいろんなところで今後ね、こういったあ、まあ、どっかから煙が出るとかね、えー、どっかで事故があるとか言って交通機関がどんどんとね、麻痺していく可能性ってもう、あり得るなんですよね、あり得る。はい。えー、あれですよ、ディズニーの漫画じゃありませんよ。はい。えー、ね、人魚姫じゃありません。はい、あり得るです。はい。 ありえ、ありえるなんですよ、本当に。えー、わかりますよね。まあ、一つは、あの、整備する人がね、ぼーっとしちゃってることがあるっていうことと、もう一つはね、いわゆる材料の不足です。これでなかなか、 修理したくてもできなくなっているということで、ギリギリまで使っちゃいましょうっていうことがね、今起きてるんじゃないんでしょうかね。はい。高くなってますから、資材が。そりゃ節約しますわなってことですね。はい。えー、まあこれ本当に、本当にね、気をつけないといけないんじゃないかと思っております。特に都市部。 まあ、都市部って言っても、地方都市はね、そこまでね、そこまでなんで、えー、本当に、あの、大都市ですね、大都市、はい、の方々は、あまあ、交通ですね、交通機関をあまり過信しないということです。はい、頑張りましょう。本当はね、まあ、あ会社に行ってらっしゃる方もね、 通勤とかね、あのー、長い時間かけてね、えー、通勤するよりも、まあね、まあその、会社のある場所にもよるんでしょうけど、まあね、こういうこともちゃんと考えて、えー、ね、整えた方がいいかもしれないですね。はい。えー、でもって、えー、また揺れ揺れの可能性もあるんで、危ないところにはね、済、えー、まないっていうのも、 まず、まずね、えー、これは、あまあ、第一条件なんじゃないかなと思います。はい、えー。人はね、愚かなもんでね、忘れるんですよ。以前にあった災害を忘れちゃうんですよ。忘れない方がいいんですけど、本当にね、えー、こういうところが言ったら悪いんですけど、あ、ボンボンだなって思うんですよね。はい。 まあ、この、こっちの方のアボンボンはね、別に例のあれとは関係ないのでね、はい。もともとアボンボンということなんで、はい。えー、やっぱりね、本当人間教訓は生かさないといけません。はい。教訓は生かさないといけません。それが人です。考えないといけません、人間ね。で、何でも人に頼るんじゃなくて、えー、自分で頑張って考えましょうということでございます。はい。 まあ、そういうことでございます。本当ね、皆さん、あのー、気をつけましょう。特にね、嵐です。もう来るって決まってるんで、はい。えー、大雨降るって決まってるんで、まあ、どうなるかわかんないんでね、この大嵐で。はい。なんで、えー、変な話なんですけど、備蓄だけしときましょうね。はい。備蓄です。えー、万が一ね、えー、買い物に行けなくなっても困らないように、 えー、備蓄ですね。あとは、あ大雨で洪水来るよって言ってるところ、それなりの対策はした方がよろしいと思いますよ。はい。そういうことでございます。えー、今年は本当に、えー、まあ、こういったね、気象異常が、以前よりもより激しくなっておりますのでね、皆さんもそのつもりで、えー、準備しといた方がいいと思います。えー、平年と同じだ。 同じだーって思っちゃいけませんよっていうことですね。はい。それでは皆さんこちらの記事も3つ貼っておきますので見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。はい。今日の、今日のお紅茶もただのお紅茶です。はい。美味しそうですね。はい。えー、ちなみにカップオトトと カップソーサーはあー30数年前のフェリシモさんのものです。はい、えー、白いお花ですね。これスズランかなかわいいですね。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでーした。